KFB ざわつく女子会。皆さんこんにちは。いやー、こうやって女性アナウンサーが一堂に集まることないから不思議なんですけど、今日はですね、KFB ざわつく女子会と題しまして、ざわついちゃいましょう、ざわざわざわざっくばらんに聞いていきたいんですが、テーマを決めました。まずはこちら、私実は〇〇なんです。もう結構ねお互い知り尽くしてる感はあるんですけど、ここは新たな自分をもう一つ出してほしいな。ジャバッターは私、私実は、マイク、実は私話しかけられるの待ってるんです。めちゃくちゃ話しかけてない。私が遠い、私が遠い、いや、あの寂しくてとかそういうのじゃなくって、道を聞いてほしいの、それを待ってるんです。あ、え、なんで聞いてほしいの。はい、私道めちゃめちゃ詳しいんですよ。そう、知らなかった。道詳しいですか。運転も好きだしね。運転も好きですし、出かけるとあの行った道戻りたくないんですよ。違う道を帰ってきたい。すごい。私でもね結構聞かれる。羨ましい。なんでですか。羨ましい。聞かれない。聞かれない。私も聞かれますよ。え、なんで。しかも郡山来たばっかりなのに聞かれるので困ります。え、どんな顔して歩いてるときに。こんな顔、こんな顔。ちょっと待って。あれで、でも聞きたいなっていう人ってわかりますよね。あ、そうみたいな。だからなんかちょっと聞いていいよっていう感じ。聞いていいよって歩くんだけど、私を通り越した後ろの人とかに聞いちゃう。そう、だから私に聞いてください。困ってる方、私に聞いてください。聞いてあげてください。はい、やんわりといるので、聞いてください。話は尽きないようですが、今夜は戦国武将総選挙。